んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日は子供の頃お母さんに十分甘えられなかったという方のための誘導瞑想をお送りします。子供の頃お母さんに十分に愛されていなかったと感じている人はいませんか？妹や弟の方をお母さんは可愛がっていた、自分にはよく怒っていたという思いが心の中に今も残っていたりします。これは恨みの一つなんですね。自分ではちょっと悲しいと思ってただけというふうに思うかもしれませんが、潜在意識の中ではこれは恨みという分類になります。そして子供の頃思ってそのままにしておくと、自分は忘れたつもりでもそれが積もっていくんですね。ですから大人になった今でもちょっと妹との間に距離があるとか、お父さんお母さんにちょっとしたわだかまりがあって距離を感じるとか、そういう風になっているかもしれません。これはちゃんと直しておかないと、このまま溜まってしまうと結構いろいろなトラブルを起こすんですね。例えば病気もその一つですし、仕事の不調というのもその一つです。親に心のどこかで謝ってもらいたいという気持ちがあると、これはそういうトラブルを起こしていくんですね。そして親が構いに来てくれたり、そしてもしかするとごめんねって親が言ってくれるかもしれませんね。そういうことを期待している心が潜在意識の中にあると、こういうトラブルを起こしてしまうんです。ほとんどの方はこの気持ちに普通は気がつかないので、ですからトラブルが起こった後にうちにいらっしゃって、そして心を深く見ていくと、こんな思いが例えば6歳の時にあったとか、もっと小さい方は3歳の時にあったというふうなことがわかるんです。ですから今はあまり関係ないと思っていても、ぜひ一度この誘導瞑想を聞いてください。そうすると心の中から溢れてくるものがあるかもしれません。そういう方はあまり自覚がなくてもこの誘導瞑想を何度も聞くといいですよ。すべての方にぴったりの誘導瞑想文を作るわけにはいかないので、ここでは第一子の方に向けて文章を作ってあります。そして妹がいるという設定になっていますが、もしあなたが弟がいる場合は妹を弟に置き換えて聞いてくださいね。ではこれから始めましょう。いつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思ってください。そこへ未来のずっと大人になった自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはお母さんに愛されていないって思っているんだね。お母さんはちっとも自分ににっこりしてくれないし、いつも怒ってばかりだったって思っているんだね。そしてお母さんは妹の方が好きなんだって思っていたよね。悔しかったね、悲しかったね。大人の自分はあなたの気持ちよく知っているよ。だから大人の自分はあなたを助けに来たんだよ。あなたはお母さんが怒るから自分のことを愛していないと思ったけど、それは勘違いだよ。お母さんが怒ったとしても、それはあなたが嫌いだからじゃないんだよ。お母さんは妹の世話をして、あなたの世話をしないからって妹の方が好きなんだってあなたは思ったかもしれないけど、それは間違いだよ。あなたが十分に大きくなって何でも一人でできるようになったから、お母さんはあなたの世話をやめたんだよ。
あなたはもう赤ちゃんではないからね。それは妹のせいじゃないの。あなたのためだからなんだよ。子供を早く自立させることがお母さんの愛なんだよ。それでもあなたがいつまでも世話をしてほしくてダダをこねるから、お母さんは怒ったんだよ。あなたが嫌いだからじゃないんだよ。自立してほしいからなんだよ。あなたが一番上に生まれたのはお母さんが勝手に産んだからじゃないんだよ。あなたがそれを選んだんだよ。あなたはできないできないと誰かに依存するよりもできる自分でいたいよね。あなたは人にこびてねえねえと甘えるよりもプライドを持って生きていきたいよね。あなたは人に指示されて動くよりも自分が指示をして人を動かす方が好きだよね。だからあなたは一番上に生まれてそれを身につけようとしたんだよ。大人の自分はあなたにとても感謝しているの。よく頑張ってくれたね。よく何でも自分でやれるようになってくれたね。だから大人の自分はこんなに立派に成長できたよ。自分がとても誇らしくいられるよ。ありがとう。あなたのおかげだよ。だからもうお母さんに自分より妹の方が可愛いんだって思うのはやめなさい。お母さんに反省させようとするのはやめなさい。それは自分が幸せになるのを邪魔する考えだよ。問題を作ってお母さんに構ってもらおうとするのもやめなさい。それは健康を害したり成功を邪魔する元だよ。あなたはお母さんに十分愛されているよ。一番お金もかけてもらって大切にされているよ。だからその自覚を持って若かった頃のお母さんを理解しようね。そして若い頃にあんなに頑張ってくれていたお母さんを認めて感謝しようね。お母さんありがとうって心から感謝しよう。そんな気持ちになれたらあなたはもっと自分が幸せになっていいと思えるね。大人の自分はあなたのことをとても愛しているよ。あなたはとても大切な人だよ。